テレリーのリメンシスへ文書に描かれた都市都市は、アステカ神話の女神。老いた、地母神であり、癒しの女神でもある。都市とは、ナワトル語で、我々の祖母を意味する。都市は、様々な形容語句を持つ。フィレンツ英文書によれば、テテオインナン、トライリヨロなどを別名として持つ。ベルナルディーノ・デサー軍によれば、都市はテマスカルテシ、すなわちテマスカルの祖母という別名を持ち。 三倍や治療者の守護神であった。都市はしばしば浄化の女神であるトラソルテを取ると同一視され、図像上もトラソルテを取ると同様に顔に黒い印があり、木綿のむを頭飾りにつけている。しかし同時に戦いの神でもあり、盾や弓矢を手にしている。メシカのメキシコボンチへの移住の伝説では、メシカがコルワカンに住んだ時、ウィツエロポチトリは、 メシカにコルワカンの主の娘の一人を自分に仕える、生き神として招くように命令した。娘がやってくるとメシカは彼女を生贄にして、その皮を剥ぎ、メシカの若者に着せて、都市の格好をさせて、蜜色ポチトリに仕えさせた。メシカに招かれてやってきたコルワカンの主はこれを見て、大いに怒り、メシカを、テスコココの湿地まで追い出した。その結果メシカは、 湖の中の島に住み、そこに手のティトランの町を作った。アステカ歴では、シウポワリのオチパニスりに都市の祭りがあり、これは収穫祭でもあった。この祭りでは、サンバが女性に都市の格好をさせて、生贄として捧げた。ありがとうございます。